皆様こんにちは。着付け師裕子の着物機構が始まります。風薫る5月、柔らかな日差しの中訪れたのは、東京高田の馬場駅から一本裏手に入った静かな住宅街に佇む染の高孝様の工房です。座という一文字が染められたのれんの上には、あけびの青い実がたくさん実っており、なんとも懐かしい光景が私たちを出迎えてくれました。染の高孝様はお父様の代から染めに携わっており、お父様は引き染め、弟様は型染め、高橋隆行様は手書き友禅や一鎮染め、墨流し染めなどの制作をし、伝統工芸士として数々の素晴らしい作品を残し、多くの賞を受賞され、この世界に多大なる貢献をされました。今では東京都工芸染色協同組合の相談役として尽力をされております。墨流しは日本で定暦905年、古今和歌集っていう歌の方にその墨流しが歌ってあるそうで、ですけども、10世紀の初めには日本でできた染め技、もともと紙に染める技として、まあ、発祥したんですけど、でそれが、大正の12年ぐらいに秘伝書を一般公開して、まあ、後継者がいなくなるっていう懸念から秘伝書を公開したんですね。でそれからまあ布に染めるようにいろいろ改良されて現代に至ってるんですけど、まあ、昭和に入って材料等々が非常に高性能なのができて、それで着物表地まで染められるようになったという経緯があります。14メートルもある細長い水槽には糊を混ぜた水が張られています。その水槽の隅から筆を巧みに操りながら染料を落としていきます。後から落とす染料が先に浮かんだ染料を押して動かし、水面を彩っていきます。染料をのせたら次は模様付けです。棒の先に紐がついた柄棒を水面を揺るがせることで柄が作られていきます。次に大きな櫛を水槽の隅から隅まで通していきます。櫛を通すことで繊細なピーコック柄に変化していきます。さらに柄棒を入れることで不規則な柄が作られます。墨流しという技法は一期一会の連続で、世界に1枚だけのオリジナル作品を作ることができるのが最大の魅力です。仕上がった水面の文様の上に浴衣の白い反物を真紙で貼り、一気に水面で浸します。水面に浮かんでいた文様はそのまま浴衣の反物に移ります。染め上がる一瞬はまさに感動でした。染まった生地は乾燥後、蒸し箱で蒸し、水洗い、湯のしを得て約1週間程度で反物になります。日本の墨流しはトルコのエブルやイタリアのマーブリングと深い関わりがあります。中央アジアで始まったとされるエブルは7世紀頃トルコに伝わり、それと同時期に中央アジアから中国を伝わって日本にも同じ技法が伝わりました。
それが墨流しになります。中央アジアからトルコへと伝えられたエブルの技法はオスマン帝国時代に大きく発展しました。その後、オスマン帝国を旅していたヨーロッパ人からヨーロッパ各地にこの技法が伝わり、マーブリングとして世界中に伝えられました。現在でもトルコを代表する芸術の一つになります。日本での墨流しの歴史は平安時代後期の王朝貴族が川に墨を流し模様の変化を楽しんでいたことから始まり、その後宮廷の婦人たちが宮中でも楽しむために水盤に墨を浮かべ、その模様を紙に写し取り、柄の入った短冊や色紙に詩や歌を書くようになったことで広まったと言われています。水に墨を流すことで苦労が流れるという意味合いがあり、縁起を担いだ文様と言われています。福井県越前市は昔から越前和紙の名産地になります。またその頃、布帛の染めの技術としても取り入れるようになりました。江戸時代中期になると墨流しは福井県竹伏市に古くから伝われてきた染色技法として知られています。先生のご指導のもと、私も墨流し体験をさせていただきました。数種類の染料の中から直感で色を選び、感覚の向くままに水面に染料を垂らしていきます。模様を描く工程では規則性を持たせず、紐を自由に揺らめかせながら描いてみました。水面に向き合い集中する時間はとても穏やかで、広がる模様はまるで銀河のように感じました。高橋さんが繰り返しおっしゃっておりました。あらゆる染めの技法を使って父親に染めでいろんなことにチャレンジさせていただき、随分と遊ばせてもらったと、研究開発されてきた高橋さんのお優しい笑顔が私たちに多くの学びを与えてくださいました。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。次回は東京手書き友禅作家の飯島武文様の工房にお邪魔いたします。ぜひ次回もご一緒に着物の旅をお楽しみください。